横浜にやってきました。みなとみらい。ここに中野のブロードウェイみたいな、うん、そういうアメリカ雑貨を扱ったモールがあるとどっかから聞きつけてやってきたわけです、うん、来ましたよ以上は視力博物館とかいうところのビルでございまして、雑居館です。この中にアメリカ雑貨のフロアがあるなんて、モールみたいになってるということなんで、ね、いっぱいあるらしい。ちっちゃい店舗がいっぱい並んでるらしいので、気になるな。早く行こうかね。何かしら買うためにもうこれ持ってきたから書きまんまやもんな。もうこれで買うからいっぱい買えるわ。楽しみにしてな。こちらこの横浜コレクターズモール、さっきは名前が出てきませんでしたが、こちらが中野ブロードウェイの横浜版と、うん、勝手に思ってますすごい、めっちゃネオンが光り輝いてる。いいですね、これは楽しみです。楽しみだ。あー、すげー、いいね。わ、これ欲しい。トリスのやつ。あ、ほんまや、かわいい、ここはちょっとアンティークな感じですな。なんか古本屋さんみたいな匂いする。匂いするわいや、超楽しそうなんですけど。ほんとだ。レコードもいっぱい。いいね。あ、かわいい。めっちゃいい。俺おるし。ほんまや。ひろちゃん。すげえ。おお、かっちょいいね。あ、これも持ってる。レビューしよう。バナーや。いじらいだ。バナーこんな感じで売ってるの初めて見た。かわいい。じゃあちょっと早速入ってみようか。そうだね。ここから、そこから入ります。はい。すごかったな。終わりました。買い物終わりましためっちゃ買っちゃった車に到着するまで写真カメラを回せないぐらいに買ってしまいました両手がパンパンに塞がったね。いやー、でも厳選したね。厳選して15点、うんうん、まあ思ってたよりは安くついたんじゃないですか。そうだね、うん、言って言って。なんでまたちょっとどんなのを買ったかまた帰ってガレージで開封していきますんで、お楽しみにどうぞ横浜コレクターズモールから帰ってまいりました。帰ってきましたよ。マジで最高やったな。大変でしたね大変だけどめっちゃ買ってしまったな。いっぱい買いましたので、ちょっと手相紹介していきましょう。整理品紹介です。じゃあまずはちょっとちっちゃいやつから、
フィギュア、ちっちゃいおもちゃ系だね。謎のミカ、ジャックス、なんだろう。うん、なんだろうね。ジョリビー、ハチ。焼け貝というか、一目惚れ系だよ、うん、はい、あの、往年のマクドナルドのやつ。はい、往年のマクドナルドのやつ。超懐かしい、我々世代の世代だね。はい、ルーニーチューンズのやつ。名前は知らない。はい、豚。名前は分かんないね。ホットドッグに乗ってますな。あれ、なんか後ろにはボルで、ほんまや。わー、なんか出たぜ、反対側から。そんな仕組みになってるの気づかなかった。はい、星座。星座マクドナルド。めっちゃ姿勢いい。これはだから、琴かな。シャミセンかな。ヘビ。ヘビかわいいじゃん。うん。動くんだよ。じわりは進みますな。首も動く。はい、こんな感じで、なんか顔が可愛い、スヌーピー妙な可愛さある。細いね。細いスヌーピーって意外と正面から見れる機会少ない。確かにね。あとゴルフボールくん可愛い。立たない。で、問題作。無人スイカ。今絶対作れないやつ。時代を感じるので買いました。デッドストップだからね。うん、リサイドはそんなもんかな。そうだね。こうやって見ると意外と少ないね。意外と少ないね。いっぱい買ったつもりだったけど、まだまだ買わないといけないね。で、中古ライゾーン行きますか。中古ライゾーン、この辺ですか。うん、そうだね。これか。はい、ハンコの、アッシュ。これは資料の腹綿の主人公だね。ルノフィギュアです。珍しいよね。珍しい。これはあんまり見たことない。マクドナルドのキャラクター。でもこいつなんでしょ。それなのかな、うん、そうか。でも似て非なるものです。足めっちゃ長い。これも立たないね。立たないね。我々の愛する A&W のクマさんの貯金箱、アメリカ限定だそうです。エンダーだね。エンダー。よいしょ、パイレーツ・オブ・カリビアンのビア。昔のカリブの海賊のアトラクションにいた海賊ですな。今は多分あれじゃ、バルボッサに変わってんじゃないの、あいつ。パッケージもかっこいいね。かっこいいね。で、アメリカ雑貨といえばのイクボーイクヴィンテージです。同じくファンコのスカーフェイス。スカーフェイスフィア。やっぱりね、アルパチーノ大好きなんで、これは速攻買いましたよ。これ出すのもったいないけど出したいっていう複雑な。で、これも定番ですね。ミッキーさん、まあまあのデカさ、こぶしこんぐらい。とりあえずなんか造形がかっこよかったので、スポーンのフィギュアも買いました。スポーンほとんど知らないです。バックトゥーザフューチャーのライトです。ロゴがそのまま光るみたいで、ロゴライトって書いてるもんね。うん、ほんとだ。ロゴライト楽しみだね。飾るの楽しみね。
はい、クラシックロードランナーの貯金箱、1970年製だそうですよ。メイドインジャパン。これもいいね。粘土で作ってるって言ってたよね。言ってたよね。珍しいよね。クラシックだから頭が紫。紫。ね、これはちょっと我が家のアイコンになりますね。ロードランナー。めっちゃ可愛い。いい出来だね。ね。星の台座がいいよね。そう、星型になってるんだ。よいしょ。よし。あ、ここは。こいつですか。そうだね。ハワイアンパンチのぬいぐるみ。喋るらしい。トーキング機能があります。でも電池入れてないので死んでます。一回聞いてみて、どんな声なの、どんな声だよ。マリオみたいな感じかなと想像してるけどね。これ、憧れてたやつね。うん。ちょっと膨らませてないけど。膨らませてないけど。どーん、グッドイヤーの飛行船の風船。バルーン。バルーン、そうね。空気入れて、天井から吊るすんだ。じゃあ、バドワイザーのバルーン。ビール飲まないでよね、飲まないね。とにかく天井から吊るしたい。吊るしたい。で、フラミンゴです。フラミンゴを買いました。これ、風を受けた場合あります。外に置いてもいいし、中に置いてもいいし、この辺に飾ってもいいかな。ここに刺しても可愛いかも。確かに、いいでしょう。フラミンゴで、はい。これは何かに使えるだろうっていうので買った朝の袋です。朝袋。はい、締めがそんなんで。で、あとはちょっと大型のそうですなものたちですな、うん、一つが、よいしょ、はい、どーん、アイスクリーム、ソフトクリーム。光るんだよ。いいこんなお店でしか見たことない。話してみるから、はい、光りました。これどうですか、このサイズ感。素晴らしいでしょ。めっちゃ可愛い。これあるだけ超ガレージのクオリティ上がる。上がる上がる。これいいものです。次はプレートです。バーガーオフシェリング。エッソボーイ、プレートエッソボーイ。これはいっぱい買ったからおまけでつけてくれた。ここはここはプレート、プレート。書くことはないね。はい、エルビス、エルビスプレスリーのプレート。はい、バックトゥザフューチャーのホバーボート。これ珍しいよね。ね、マイケルが乗ってたやつだね。では、グレートフルデッドのフレット。あのミュージシャンね。グレートフルデッド大好きです。これはわかんないね。なんかわかんないけど、ターザン。アイスクリームって書いてるな、ターザン。優れている。これからこんな感じ。これからこの壁に貼り付けて飾っていく予定ですと。楽しみだね。どこに貼るか迷う。あとは楽譜のやつとかも買いました。めっちゃいい。ベイビーキングね。ね。なんかパブとかそういうとこに貼ってそうな、うん、大人の雰囲気です。意外とこれ重いんでね。学校重たい。見るかな。トモローランドのポスター。ロケット、ジェット。だね。日本だったらスタージェットだったよね、名前は。うん。日本のディズニーはもうなくなっちゃった、ね。多分海外のもなくなってんじゃないかな。海外でもないのかな。うん。ちょっと私らの世代で言うと。ディズニーといえばこれぐらいの感じあったよね。なんか
だって亡くなる時すげえ並んだんでしょ。並んでた。悲しいもんですな。象徴的な感じなので買ったね。こちらのこれも なんと言えばいいんでしょう。ライトボックスですな。そうですな。この電気がつきますよ。光った光った。壁に貼るからずっと中でねカチカチ音がするんだけど何がぶつかってる音かわかんない壊れたらどうしよう、結構買ったけどでもまだ買い足りないな。まだまだこんなもんか、ね、もっと飾るためにはいっぱい買わなきゃいけないね。でもう一つ横浜コレクターズモールの向かい側に名前が出てこない見忘れちゃったんですけど、アメリカ雑貨屋さんがあってそこもね、こうこっちはまたキャラクターも多くてね。そうかね、ちょっとコレクターズモールよりはファンシーな感じだった ね。コレクターズモールの初向かいの店で買った商品、イエーイ。まずアルフアルフはね、所さんが声してたよね。懐かしいね。懐かしい。そしてカリフォルニアレーズンこれもアメリカ雑貨定番のキャラクターですな、ね、ちょっと特にムカつくような顔してるやつを選びました。どうしよう。で、はい、マリオ、It's me、マリオ。80年代のマリオのぬいぐるみだそうです。なんか造形がちょっと違うもんね。なんかね。ちょっと雑な感じに惹かれちゃったな。いいね。すごいよね。このドラえもんみたいもんね、この子供の部分だけ見ると。腕が。はい、マリオです。あとが。もうちょっと大型、大きいやつ。M&M's の黄色のなんかラグジュアリーです。絨毯引いた上に大きな椅子をということでやってますな。なんか電池入れるところがあるね。喋るのかな。うん、違うな、なんか電池じゃねえな。電池じゃないの。なんだろうこれ。In the event of a product, jam please shake gently. 優しく振ってね。何入れるの。1999年July 29日と書いてます。何かあったんでしょうミレニアム目前に以上ですか。うん、こんな感じ。大型のやつもあれどなかなかまだまだガレージを埋め尽くすには足りません。これじゃまだ棚一段終わるかなって感じ。まだまだ買い物を続けなきゃ、買いに行かないといけないね。いいもの集めたいもんです。じゃあ今日こんなところで、はい、また会いましょう。